上村氏は、日本の氏族の一つ。三河の松平氏に仕え、江戸時代初期に大名となった一族が著名である。出事を、時氏の一族と称している。主な人物としては、松平清康松平広忠の松平氏二代にわたって禁止した、ため、主君の暗殺の現場に二度も同席することになった、新六郎氏明がある。他に、指名の子で、 徳川家康に仕え清洲同盟の成立に貢献したでは守るやあり松平信康に仕えた上村家継などがいる。古参の不大家臣でありながら信康の自陣により一時離散した家継の影響で江戸幕府成立の当初では大臣旗本の身分にとどまった。その後は家継の子の上村家政の第二大名となり以降は不大大名として 明治維新まで存続した。安城松平家の安城城居城時代以来の最古参加神その代表的な七家の一つに挙げられており、流英秘関の御府代の列には、下記のように記述がある。御府代の列。1、三河安城の七御府代、堺左衛門の城元来御府代上座。大久保、本田元来谷作、中高に至りて、身の守る固有の谷会。 安倍、石川、青山、上村、西口、いろいろな右七、家を運。また、春葉坂井、大久保、本田、大塚イエスジム、榊原、平井は上村京家里。一三河岡崎五福代、2位、酒原、鳥居、戸田、長井、水野、内藤、安藤、久世。元来大塚の出成功、井上、道場、安倍、秋元、渡辺。 伊丹、家筋残光、八代、道場、この十六夜を運。出羽省内藩主、酒井忠しよりの四男。内、藤正紀の子。大見瀬瀬藩主、本田康義の七男。道の九八の平藩主、南部新春の幼女。ありがとうございます。